ありがて、ありがて、はあはあ、はあはあ、大雪ニュース定番のミニスカ女着た、生足魅惑のマーメイド、ケツ冷えちゃうよ、そりゃそんな格好してたら、寒いわな、けしからん黒タイツだな、走り方がマジドジッコで燃える、この娘からチョコをもらった妄想をしよう、転ぶべくして転んでるな、でも最後の転び方が可愛かったので 9.3 点、ホワイトバレンタインや、これ半ズボンだろ、ありがたや、ありがたや、のんきに見てねえで助けてやるや、冷たいのは空気だけで、俺もこういう人に遭遇したい。日本社会ではこういう時はどこに助けを求めればいいんだ。あったかいものどうぞボロン。秘宝。女さんの冬ファッション。みんな同じになる。ほんとつまらんね。タイトミニスカを履けよ。なんで農夫みたいな格好してんの。インドネシア人。日本の女子高生はなぜ真冬でもミニスカートなのだろうか。スカートの中に何かあったかいものが入ってると思うよ。雪が予想以上に冷たくて泣いちゃった小学生かわいすぎて笑った。ブラボー。